じゃん、ステーキを待つ、行きましょう、よいしょ、ライダーごはん。これとかな、マツステーキの、うん、300g いっとくか。マコはチョコレ、このね、キャブアンガス牛っていうの、うん、リブアイステーキ 200g と、もちろんこれですよ、うん、大盛り。サラダとさ、うん、スープバーが無料なの、すごいいいよ、無料なの、うん、すごい、ライスだけ、うん、いいね、うん、行きましょう、行きましょう。スープオニオンドレッシングしてんけど、うまい、うまい、あ、うん、そうか、ちょっと引かれるけど、でもこれちょっと立ちましょう。結構大盛りだね、豚はすごい大盛りですね。肉の到着を増しましょう。沖縄のやっぱりステーキだもんね。え、うんうんうん、お、マジ沖縄のやっぱりステーキだね。え、うんうんうん、お、マジマジ。メロンシートもジュージュー言ってるね。これカメラ熱々期待できるわ。これ切っていきます。おお、ありがとうございます。なんかあっさりしてそう、いい感じの柔らかさは似てる、うん、これにオニオンソースを入れます。こっちにガーリックソース、ガーリックソース、あ、ついた。ね、3つ目は、3つ目はオリジナルソース。あ、オリジナルソース、うん、これうまそうです、うまそうね、はい、醤油を入れます、うん、4種類かでね、塩と、胡椒、胡椒、あと柚子胡椒もあるし、おろし生ニンニク、おろし生ニンニク、わさり、わさり、うん、あ、いいね、これを。ありがとうございます。うん。どう？うまい。柔らかい。うん。めっちゃ見るからに柔らかい。これさ、石がいいね。これ。ありがとうございます。あかん。こんな。何？あかんって。すぐなくなる。オリジナルソースって。オリジナルソース。これ肉汁がジュージュー、すごい、これ何グラムこれ200、柔らかい、切った時のナイフの入り方がすごい、これやばいわね。ちょっと一回これだけで食べてみよう、まだソース用意してないんだけど、これはい、うまい。こっち何、こっちは、いや、同じやつ、同じなんだ、オニオンソース、オニオンソース、醤油と醤油だね。うまい、うまい。何もかけてへんのいいよ。あ、そうですよ。うわー、すごいなこれ。何個つまんだよ。柔らかいのこれ、うん、びっくりです、うまい、これうまいよ、うまいね、うまい、マジで、すっごい、よいしょ、おー
これびっくりするぐらい美味しいね。うまい、めちゃくちゃうまい。マジでシャレにならんわこれ。ガーリックソースが一番気に入りました。本当にちょっと肉マスターのメモシートおすすめのこのガーリックソースいきましょう。ないな、そこまでいった。家の近くにあったらいいなんて。確かに初めて見たよ俺。結構やみつきになるわ。もう早いな、そこまでいった。家の近所にあったらいいのに。確かに初めて見たよ俺。すごい肉質がいい。ガーリックソース。やっぱりガーリックソースうまい。なんかすごい肉質がいいと思う。本当に醤油も美味しいです。わさび醤油はい、うまいソース。最後の一切れ。ずっと熱いっていうのもいいですね。再加熱とかしなくていいぐらい熱いから、ね、うん、ずっと熱いよこれね。たまたま肉汁の量がすごい。はい、うまいわ。そう、自分もオリジナルソースいきます。このナイフの柄が熱くなってた。そんぐらい鉄板ずっと熱々です。最後の一切れ。こっちはオリジナルソースはちょっとジンジャーですかね、生姜かな。なんか風味が違って美味しい。まだ肉出てる。ラストはオリジナルソースいきます。普通のスタンダードのステーキ頼んだんですけど、うん、マクはちょっとなんか違うやつ、ね、違うやつね頼んだんですけどね。いやうまかったね。ね、だってもうさ切る時からあのナイフの入り方が全然違うね、うん、なんか肉が新鮮っていうのがものすごい分かる。本当そうやと思う。びっくりしたな。ここさ、うん、また絶対行きたいね。ね、これってここにしかないのかな。ないみたい。あ、そう。これあったらすごいね。これ
もうそこら中にできたらすごいことになりそうです。できてほしい、本当にめちゃくちゃすごいからね。本当にうまいよ、ね、うまい、もううまいしか言えないけど本当びっくりした。ちょっとだって 200g で1000円 で、うん、でサラダとスープは食べ放題と、うん、でまあライスは別なんですけど、うん、ライスも150円で、うん、まあ並盛りと、うん、大盛りを選べるという、はいはい、だから大盛りはまあ無料ということですよね。そうね、そう、そういうことだね。すっごいわ、もうちょっと食べに来てみてください。美味しいですよ。そうだね、これ食べないともう言ってる意味がこの興奮度がね分からないかもしれない。自分は決めました、うん、これ全部のメニューを制覇します。あ、お供します。ついてきたい。それぐらいうまい。すごいよねこれ、うん、だってラーメンしか食わへんって思われているマコが、うん、肉そんな食べへんのにめちゃめちゃ喜んで食べてやっぱ。そうで今日ね、メロンシートとかソースとかさ、いろんなこと試してたじゃない、うん、何ですか、何個かで、俺はおすすめの、ガーリックソース、うんうん、とオリジナルの2つしか食べ、あの試す間がなく全部食べちゃったの、美味しすぎて、うん、また来たい、また来たいね、来た、はい、ということで、うん、大変美味しいお店でした。しかったです。ちょっと衝撃を受けました。同じくです。マジで衝撃を受けた。はい、ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、また。